はい、私たち6人で黒黒です。よろしくお願いします。はい、アイム七星エンマ、よろしくお願いします。はい、アイムクルセノラ、よろしくお願いします。はい、アイムカゴミアカシ、よろしくお願いします。はい、アイムマシロニー、よろしくお願いします。はい、アイムムールシス、よろしくお願いします。はい、ニューメンバー、アイムストヨハネ、よろしくお願いします。と、クログロは、可愛い曲からロック系、ちょっと激しめの曲だったり、あと結構ゆっくりめの落ち着いた曲とか、いろんな曲を歌ってます。と、初めての海外遠征でセブ島に来れて、初めての経験が多かったんですけど、現地の方がとても優しくて一緒に盛り上がってくれたので、とても楽しい思い出になっています。基本日本では1日に一度のライブの日が多いんですけど、一番多かったのは1日に黒黒ワンマンライブを3回やったことがあったので、それが一番多いライブの日だったかなと思います。曲は作ってくださったものを私たちが歌っています。で、振り付けの方は私が作ってます。その振り付けを作るにあたって、その他のグループにはない黒黒の色を出せるように振り付けの方をしています。今までいろんなところで遠征してきたんですけど、なんか行くところ毎回遠征だとなんか大変なこととか楽しいこととかって全部が思い出にあるんですけど、やっぱり一番思い出に残っているライブは最初のデビューライブ、東京でしたデビューライブがやっぱり一番思い出に残ってるかなと思います。今回のフィリピンがまだ初めてではなくて、初めての自分が出たライブは、うちのメンバーのクレセノラちゃんのお誕生日の時のライブに出演させていただいて、でもその時もすっごい緊張はしました。と、曲を作る際に自分たちに寄り添った形の歌詞を作ってくれているので、その形を、その自分たちがなかなか表現できないことを歌にして伝えれるように伝えたいですと、私たちの次の目標プランは、その1周年記念として東京のゼップ新宿っていうすごい大きな会場でワンマンライブをさせていただきます。